ちょっとその曲についてちょっとトークしてみたいと思います。マジマッコ소개한번해주시죠。벌써마지막곡이네요。네。그래서저희마지막곡은요저희가이제또밴드의나라잖아요일본이그래서드림라인을열심히밴드버전으로편곡을해서준비해봤습니다。자마지막곡은일본의분위기에맞춰서타이틀곡드림라인을좀밴드반대아레인지해서했는데이드림라인이라는곡이그김재종씨가나오잖아요어떻게되신건가요제가옛날에데뷔를하기이제막했을때인터뷰에서제가김재종선배님을꼭봤으면좋겠다고인터뷰를한적이있어요実は PV をご覧になった方はご存知だと思うんですけどドリームラインで JYJ 元東神起の김재종さんが登場するんですよでそれがなぜかによると最初メンバーがデビューする前に一回お会いしたことがあるんですよね왜냐면제가어렸을때저희친언니가 JYJ 김재종선배님을너무좋아해가지고되게같이좋아했었던기억이있었거든요子供の時にもうリーダーが お姉さんがとてもファンで김재종さんのファンでそれで一緒に好きになりまして근데제가데뷔를했으니까김재종선배님을꼭만나뵀으면좋겠다라고인터뷰를한적이있는데저희대표님과연이되셔가지고되게기회가좋게같이작업할수있어서정말영광이었던행복했던앨범이었습니다それで本人たちがデビューしてから一回一緒に仕事ができればと願っていってたら会社の方々の力とメンバーの願望が合わせられて一緒に仕事することができまして光栄でしたという素敵な話ですよね。じゃあそれではその曲早速聴いてみたいと思うんですけれども、でも今の回。